大宮神社は、大阪市旭区大宮にある神社。旧社格は孫社、源義経による創建である。伝承によれば、受英元年2月、平家追悼の最中に、源義経がこの地で宿を取ったところ、宇やわたがみの霊夢を見、目覚めると梅の木に、鏡がかかっていた。それを手にした義経は軍神であり、源氏の氏神でも、 ある八幡神の力を得たとばかりにその鏡を放じて、平家を打ち滅ぼした。このことを、後鳥羽天皇に創造すると、神社の混流を許され、この地に、大宮八万宮を混流した。摂津市には、南東神社と記されている。天正十一年、豊臣秀吉によって、大阪城が築かれると、大阪城の鬼門守護神とされ、秀吉の保護を受けて、 境内の整備が行われた。毎年一月、五月、九月には平白を禁じられ、大いに栄えた。江戸時代にも引き続いて、大阪城の鬼門守護神とされ、大阪城代の皇太子には当社への参拝が行われた。他にも、毎年一月には初捕虜、五月、九月には大主を禁じられたが、社殿などは年を追って衰微していった。しかし、天明年間。 完成年間に、士官、広淵義直が、社殿、境内の復旧に努めて中興し、十五一下に除せられている。明治時代になると孫社に劣せられている。明治時代の末期に近辺にあった十五神社や森昭寺神社などの七社を合祀したため、非常に数多くの神々が祀られることとなった。そのために1912年4月には、大宮八万宮の名称を、 大宮神社と改め、鳥居にかかっていた、大宮八幡宮の額が下ろされた。現在ではその額は、新横に保管されている。2020年5月、修復中の拙者、甲羅社より、等身大の豊臣秀吉座像が発見された。社殿では、大阪夏の陣の際に、大阪城をより運ばれたものであるとされていたが、制作は17世紀中頃のようである。 側体姿で、造庫は81.9センチメートルあるが、頭上の冠はなくなっている。近現代に作られた、秀吉像を除けば最大である。文政6年には、当時、秀吉の人気が高まっていたこともあって、当社で、秀吉像の御開帳が行われている。この後、甲羅社に移されたようである。ありがとうございます。